今日は何の企画ですか？社会問題として食糧危機問題を抱えているんですけども、これからの時代は昆虫食だっていうことで、今日はバグズファームさんという会社から昆虫食のギフティングをいただきました。前な、生配信かなんかで言うて、俺がな、なんでさ急に昆虫食食べたい食べたいって言い始めたかっていうと、ネットフリックスに群がりっていう映画があんねん。アメリカかどっかで次世代の食料っていうことでイナゴを育てるっていう農場を経営してる人たちの映画やねん。その映画の中ではイナゴが人食うねん。そのファームで作ったイナゴをな、油でな焼いてな食べようねん。めっちゃ美味しそうに見えたん、それがフライパンでこんなオリーブピャーっと外でやる、なんかワイルドにしか塩こんなんして、いや絶対こんなんまだまだな、昆虫食って高いらしいねん。食料危機になったらもう部屋とかで育てよう。ああそう、あ、じゃあ一食目からいただきましょうか。はい、なんかめっちゃイケメンなんだけど。待って、いきなりすぎひ。何さんですか？セラタイガと申します。今回プレゼンターをさせていただきます。よろしくお願いいたします。かっこいい。何歳？やめて。今年21。21、はい、身長は178。身長はよだれが出てきたわあれ今日ご褒美で、あ、ご褒美でね。あ、そういじめられてんのか、ご褒美されてんのか、ちょっと分かんない。あれやろ、虫食わすから代わりに怒れへんように人にやらせてんねやろ。え、何やってるの？今、役者をやっています。役者もうさっさと飲んで。何ですかこれ？じゃあ、お待たせしました。まずこちら、食前のドリンクのタガメサイダーになります。おお。こちらのタガメサイダーは独自製法で抽出したタガメエキスを使用している新感覚の昆虫食ドリンクになります。タガメ、あれちゃん知ってる？イカやゴキブリみたいなやつ。それがこの中に 0.3% タガメエキスが入ってます。エキスとして入ってんの？え、もうこれな、嘘つかれへんから言うけど俺これ飲んだことあんねん。あ、そうなん。あの他の番組で飲んだことあるけど、これめっちゃうまいね。でもほら、匂ってみて。洋梨の匂いがする。あ、そうやそうや、洋梨やな。あ、いいね。で、俺これスタガメを5匹くらいテーブルの上に並べられて飲まされたけど美味しかったよ、それでも。シャンパンみたい。パイパン、イケメンにパイパン。怖いな、マジで。え、美味しいで、普通に美味しいで。すっごい洋梨のジューシーな匂い。あ、タガメあるわ。虫好き？虫ちょっと自分苦手なんですけど。じゃあちょっとこれ飲んでみ。これつけてへんから。そんな台本ないんだから。あ、でも美味しい。いけるよな、全然。まあそろそろちょっとお腹空いてきたね。それではお待たせしました。はーい。これ何これ？こちらが前菜の盛り合わせになります、うん、こちらのコオロギつまみというものが、こちらがヨーロッパイエコオロギというのを使用しています。いや、これ俺が憧れとったやつじゃん。イナゴみたいな、アナゴ？イナゴみたいなもんやろ。美味しそう。だから俺、いや、おかしいんやと思う。なんか怖い。見て、めっちゃ目合うねん、これ。顔がピクついてるやないか。あ、これ美味しいで。虫っぽさゼロ。ちっちゃいエビ売ってるやん、ちっちゃい乾燥したエビ。あれの味しかせえへん。無理かも。おかしい、この人。ふりかけて一緒に食いよる。いけるって、これ。コリコリ言うてんねんけど。美味しかった。完食？あれちゃん、一個も食べてないもん。だってさ、なんかめっちゃ羽とかついてんだもん。足とかもぎ取られてさ。頭が取られた。食べな食べな、早く。味はお菓子にあるエンドウ豆みたいなさ、あの後味っぽい。こちらの昆虫食がですね、栄養素がすごく豊富で、高タンパク、低脂質、低炭水化物、そして必須アミノ酸含有という形でスペックの高い食品になります。ちょっとエリナちゃんも食べて食べて食べて。目をつぶって。せーの。口を上に向けて。せーので、あーい。国産コオロギの粉末が一食に約3匹に、淡路島産玉ねぎを使用した粉末スープになります。玉ねぎか、だからいい香りする。めっちゃ美味しいスープやで、普通ね。普通に私は食べれるわ。食料危機の時虫いけるわ、全然。粉がめっちゃここに来るわ、やっぱこれ、これの粉やわなんか粉が、粉もう嫌やー、これ拷問だよ。でもイケメンがいるからよかったいると思って、使いよう。キモ！もう作っちゃってんじゃん。マネージャーが作れないんで私たちがやってまーす。え、私もこれ触れないんで。プラスぽよぽよ。かわいい。かわいくない？あー！もう本当になんかね、しなしなのなんかチンチンだわ。
します。失礼いたします。え、マジでキモいねんけど。何これ。はい、こちらがメインディッシュのボロネーゼパスタ蜂の子を添えてになります。こちらのパスタが二星コオロギのチリオイルとコオロギ塩を使用し味付けしております。全然これパスタに馴染んでませんけど。なんでそんな取れんの。なんで手で取れんの。なんでお前はそんな普通に。え、ごめん、手で触ってしまったけど。これ蜂の子って何なの。大きくなる前の赤ちゃん、まだ子やってるバージョンよ。中になんか汁とか入ってんのかな。汁入ってるね。食べてみていい。もうね、もう少しね、大人になりたかったのに、子供のまま私がパスタの具材になってしまったらしい。あ、フラッシュやめてもらっていい。何が起こるのかな。ちょっと楽しみ。あ、なに、え、なに、暗くなってきたよ。なにが見えないよ。いたー、いたー。お、うわー、キメこれはアレちゃんは無理やと思う。でもなんか肝の味がする。もっと中に汁が入ってるんかと思うねんけど、これ茹でたやろ多分、うん、それが固まって肝になった。いただきます。うわ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 、これほんまに肝にんけど。あ、パスタと一緒に食べたら幼虫を食べたか気づかんわ。あ、湿度が高いな。なんかちょっと湿度が感じるなって言ったけど、あ、黒い。食べてみ、ちょっと。もともと虫苦手なのもあるんですけど、この食感はもう一番苦手で。え、食べてみたら。それに食べてみよう。なんか食っとるし、いやいや、挟んでるし。今虫挟んで食ってるよ。めっちゃ虫好きな人という役者にならんとあかん可能性ある。今虫を食べると興奮して。これあの動画とかじゃなったら絶対食べれないやつ。じゃあ続きまして、こちらがデザートのコオロギとサソリのチョコレートとコオロギアイスになります。これはさ、もうコオロギがさっきのやつがチョコでコーティングされてるやつやろ。これはなんかおいしいです。なんで食べてんのお前は。思った通りの味、まあ、チョコの美味しい味と、ね、チョコのなんかね、見た目だから、これがコオロギの味なんだねっていうのが分かったから。え、どこまでコオロギの味はする。顔がさ、なんかだるまみたいになってんねんけど。ほんで問題はこのサソリ、針が出てんねんけど後ろから。はい、チョコレートの味しかせえ。でも中に入っててあるなって感じがする。こうなってる。これが出てきて嫌だってなってる今。サソリのケツです、これは。これはね、チョコレートで追われてるからか全然いけたわ。全然いける、うん。そちらのアイスの方が、絞りたての生乳をベースにしたミルク味にコオロギの粉末を配合して、風味とコクが絶妙な商品となっております。うん。でコオロギの味は別に。え、ミルクすごないこれ。これアイスクリーム多分美味しいと思います。牛乳が濃厚です。私はおっぱいが苦手で。最後になります。こちら最後が食後のドリンクのカイコフンチャになります。ちょっと待って、フンチャって何？うんこ？だ、フンってこと？フンって何？そうですね。漢字的にはもうフンはフン。クソって書いてるのに。いやーだー。でもカイコってあのさ、糸作る虫よな。そうだ。かわいいやん。どうやって言わへんの今。いや、分からへん。どんなうんこなんか知らんからさ。ね、見てこれ。うんこが入ってる。こちらのカイコフンチャの方が、なんか…ちょっと…赤ピンでゴクゴク飲めます。ゴクゴクが笑ってまうやんな、ちょっと。こちら、ゴクゴク飲めて、クワの葉の深みのある香りと、マイルドな口当たりが癖になる一杯。はぁ。いや、あのさ、フンって聞いた後に飲むのは、なんか抵抗あるね。あ、美味しい。漢方のお茶みたいな感じ。苦すぎへんし、でも香りはすごく強いな。でもこれカイコから見たらやばいよな。こうやってうんこをいっぱいつけ込んでさ、自分らがうんこいっぱい集めて、こう大きいあれに入れてカップでピャーピャーってうんこ汁出して飲みよんねん、巨人が。バグズファームさん、次はね、これは多分初心者用かな。うん、うん、まあ、次ガチのやつ見てみたい。カチノコ抜こうしとったのにさ、偉そうなんだな。でもブラスは平気平気って言ってるからさ、うん、ちょっと見てみたいかも。なんかだからアレちゃんは私が嫌がる姿を見るのがもう楽しくてしょうがない子なの。
だから今日はブラスよし嫌な思いさせたろうと思ってルンルンな気分でおったけど、残念ながら私はねこうやってイケメンもおるし全然食べれるし今日はいい気分で一日撮影過ごせたからちょっと不満やねん。え、どうでした今日は。そうですね、ちょっと自分も慣れてなかったんですけど、二人が本当に優しかったので嘘、ね、ま、絶対いや、本当にほんまに優しかった。何が一番優しかった。一番優しかったんですか。一番優しかったのは何ですか。やばい、私が一番優しかったんちゃうの。いや、本当に楽しかったです。じゃあ今度もし大きい虫食べるときはぜひ来てください。多分さ、もう二度と来ないと思う